米国再ショックとは、アメリカの格付け機関スタンダードプアーズが2011年8月5日にアメリカの長期発行対格付けを AAA から AA、A、に格下げしたことによる世界の株式、債券、通貨市場へ与えたショックのことを言う。2011年1月に表面化し、同年5月から7月にかけてホワイトハウス、民主党とアメリカ合衆国議会、 とりわけ予算法案の選議権を持つ大議員の過半数を占める共和党との清掃から財務省省権のデフォルト記念に発展した米国債務上限引上げ問題が一応の収束を見た直後の出来事であり同時期にムーディーズがギリシャ国債の長期信用格付けを3段階引き下げたことで再燃したギリシャ経済危機を発端とするユーロ圏ソブリン危機と合わせて 一般に安全な金融商品とみなされていたアメリカやユーロ圏主要国のソブリン債への信頼性を揺るがす事態となった。S&P はアメリカの財政赤字の削減への対応が不十分であるとの認識を示し2011年8月5日に米国の長期発行対価付けをリ a a a から AA に引き下げたと発表した。これによる全世界への影響を 米国債ショックと呼ぶ。この影響により、日本、中国、香港、韓国などのアジアの株価なども下がり、全世界の市場に影響を与えている。アメリカは連邦法で連邦政府の債務に上限を定め、その設定を連邦議会に委ねている。上限額に到達すれば、連邦政府は新たな米国債発行ができなくなる。2011年1月6日、 財務省は、ティモシー・ガイトナー長官が、ハリー・リード元老院多数党員内総務に当てた所管を公開し、その中で、ガイトナーが、連邦債務は早ければ3月末に、2010年2月に、連邦議会が決定した、法定上限額である14兆2900億ドルに達する可能性がある、連邦議会が上限引き上げを承認しない場合、 深刻な結果を招く恐れがあるとの見方を示していることを明らかにした。深刻な結果とは国債利払いなどの資金が不足するほか一部の政府機関が閉鎖される事態を指すものとされる。2011年4月4日、ガイトナーはリード宛ての所管にて連邦政府は5月16日に債務額が法定上限額に到達するとの見通しを示し、 法定上限額が引き上げられなかった場合、財務省が特別措置を講じても7月8日以降は新たな借り入れができなくなると指摘した。5月16日、ガイトナーは連邦議会指導部宛ての書簡で同日に発行された国債720億ドルをもって債務額が法定上限額に到達し、直ちに連邦職員年金基金への拠出を一時的に 提出するなどの緊急措置を取ったことを明らかにした。これにより、7月8日とされていた、新規借入れ可能期限は8月2日に伸ばされた。バラク・オバマ大統領ら民主党と、会員の過半数を占める共和党は、債務削減案をめぐって対立。オバマ大統領と、議会共和党を代表するジョンベーナー会議長との交渉も交着した。この間、 ムーリーズはアメリカの政府債務格付けを引き下げ方向で見直すと発表している。7月25日から31日にかけての与野党交渉で債務上限問題は妥結期限当日の8月2日に債務上限引上げ法が成立し、ムーリーズはアメリカの政府債務格付け、あーすえき確認を発表した。その3日後、これまで米国債について、 クレジットウォッチネガティブに指定するだけに留めていた S&P は長期発行対角付けを引き下げた2011年7月31日債務上限引き上げでの両党合意を発表するオバマ米大統領ロイターや CNV の報道によれば S&P は今後10年間で4兆ドルの財政赤字削減が必要とみており米国債格下げは財政赤字削減計画が 米国の債務の安定化には不十分との見方を反映したものとしている。また、債務上限引上げ法案をめぐる連邦議会内の対立が長引いたこと、問題の起源はオバマ政権やブッシュ前政権よりずっと前まで遡るとも指摘している。なお、短期発行対格付きについては、最上級の A-1 に据え置いている。 8月5日21時5分時点の国際市場は欧州債務危機への懸念が後退したことから T ボンドは前日比3ドル10.5セント安の109ドル10セント10年モノ T ノートは前日比1ドル12.5セント安の104ドル26.5セント2年モノ T ノートは前日比2セント安の100ドル5.25セント時点の取引では 国債価格はいずれも急上昇した。T ボンドは、前日比3ドル11セント高の112ドル21セントと、全営業日の値を消したほか、10年もの T ノートは、前日比1ドル31.5セント高の106ドル26セントと2009年2月、以来の水準となった。8月4日のダウ平均株価は、 前日比512ドル76セント安の1万1383ドル68セントで引けた。翌5日は小幅反発したものの、週明けの8日は前日比634ドル76セント安の1万809ドル85セントで引け、以後8月12日まで1万1000ドルを挟んで乱高下が続いた。ニューヨークマーカンタイル取引所の金先物取引。 中心元月価格は1600ドル、1トロ4ス台後半で推移していたが、8月8日に1700ドル台、8月18日には1800ドル台を回復。8月22日には1891ドル90セントをマークし、1900ドル台に迫った。その後は下落し、8月末までは1800ドル台前半から1700ドル台後半で推移した。 S&P は、米国債の格下げ決定に際し、同社の規定に則り、一般公開前に、連邦政府に、格付けのための数値や、計算方法を閲覧させたことを明らかにしている。これについて、ロイターは、計算段階で2兆ドルの誤りがあるとの政府、関係筋の談話を報じている。9月13日付のイギリス経済紙、フィナンシャルタイムズは、証券取引委員会が、 S&P の格付け計算モデルや同社社員によるインサイダー取引の疑いについて調査を開始すると報じた。またロイターは S&P が2007年に与えた債務担保証券デルフィナスクド2007-1に対する格付けが連邦証券法に違反しているとして SEC が法的措置に踏み切る可能性があると報じている S&P の親会社である マグローヒルは8月22日、9月12日付で、デブン・シャーマ社長の退任と、シティバンク最高執行責任者のダグラス・ピーターソンを公認とする人事を発表した。フィナンシャル・タイムズは、この人事は、上記の捜査とは、無関係であると報じている。また S&P は、CNN の取材に対し、政府当局から2兆ドルの計算ミスを指摘されて、直ちに修正したが、 判断に影響はないと答えている。S&P と並ぶ大手格付け機関であるムーディーズとフィッチレーティングスは、米国債の最高級格付けを据え置き、S&P と異なる見解を示した。すでにムーディーズは2月2日付のリポートで、2011会計年度予算教書における2010会計年度の財政赤字は過去最高の1兆5600億ドル。 大国内総生産比で10.6%に膨らむとの連邦政府の予想について GDP 比での債務水準を安定させず債務の金利支払いに充てられる政府支出の割合は着実に増加していると指摘失業率が高止まりする中現時点で大規模な財政再建を行うことは政治的に困難で経済の回復を遅らせる可能性があるとしたまた 財政委員会構想について、連邦政府は一段の措置が必要だと認識していると見る一方、委員会が目標を達成するには、さらなる増税や歳出削減を必要とし、それは政治的に困難であるとの認識を示した。これを受けて7月13日の時点で格付けを引き下げる方向で見直すと発表していたが、債務上限引上げ法成立を受けて、格付けを据え置いた。 ただし、見通しを安定的からネガティブに引き下げている。フィッチは声明文の中で債務上限引上げ法を高く評価し、世界の金融市場における米国の重要な役割やドルの準備通貨としての地位、多様化された米経済が米国に対する信頼を支えていると楽観的な見解を示した。しかしその一方で特別委員会の動きを見守り、進展が見られなければ、 見通しを安定的からネガティブに引き下げられる可能性が大きいともしている。アメリカ政府はフィッチの末置き決定を歓迎した。米連邦債務が法定上限額に到達した2011年5月18日、日本の代表的株価指数である日経平均株価とトピックスの終値はそれぞれ9662円8銭と837.96であった。 同年7月上旬には、日経平均は1万円台、トピックスは850台を回復したが、連邦議会の与野党交渉が大詰めに差し掛かった7月28日以降、それぞれ1万円台、850台を割り込んだ。さらに、8月5日には、日経平均が9500円を、翌6日にはトピックスが800を割り込み、8月9日には、 日経平均が9000円を割り込んだ。東京外国為替市場の米ドル円相場は7月の中旬あたりは終値1ドル79円台であったが7月29日には終値1ドル76円73銭を記録した。8月2日に米連邦債務上限引上げ法が成立。8月4日には日本銀行が総額4兆5129億円の 市場介入を行い、終値1ドル79円6銭を記録したものの、S&P の発表により8月12日には終値1ドル76円67銭を記録した。米国を AAA に格下げ、赤字めぐる政策決定を批判 S&P 米国債ショック。円高、株安はさらに加速する米連邦債務は3月末にも上限到達。 金融危機上回る損害もイコール財務長官、ロイタージャパン。2011年10月23日閲覧。米連邦債務、5月16日までに、上限到達イコール財務長官ロイタージャパン。2011年10月23日閲覧。米債務は16日の国債発行で上限に、イコール財務長官ロイタージャパン。2011年10月23日閲覧。 米国の政府債務格付け R を据え置き、見通しは、ネガティブムーディーズインベスターズサービス。2011年10月22日閲覧。ムーディーズ、米国債格付けを引き下げ方向で見直し、ウォールストリートジャーナル、日本語ウェブイタ。2011年10月22日閲覧。アップデート、米国の格付けを、クレジットウォッチネガティブに、イコール S&P ウォールストリートジャーナル。 日本語ウェブイタ。2011年10月22日閲覧。米政府債務交渉が決裂。会議長が大統領との協議打ち切るウォールストリート、ジャーナル、日本語ウェブイタ。2011年10月22日閲覧。米民主、共和両党が、別個の案を提示イコール債務上限上げと、財政赤字削減で、ウォールストリートジャーナル、日本語ウェブイタ。 2011年10月22日閲覧。米共和党多数派が増反、債務上限問題の会議長案にウォールストリート、ジャーナル、日本語ウェブ板2011年10月22日閲覧。アップデートに、米政府債務上限引き上げで、与野党合意コールオバマ大統領ウォールストリート、ジャーナル、日本語ウェブ板2011年10月22日閲覧。 米国債、あー格付けを確認イコールムーディーズ・ウォール・ストリート・ジャーナル、日本語ウェブイタ。2011年10月22日閲覧。AB ・フィッチ、米国債格付けを、トリプル a に据え置き、ウォール・ストリート・ジャーナル、日本語ウェブイタ。2011年10月22日閲覧。S&P が、米国債を A プラスに格下げ、最上級失うのは、史上初。 ロイタージャパン。2011年11月8日閲覧。S&P が米国債を A プラスに格下げ、見通し、ネガティブロイタージャパン。2011年10月23日閲覧。AB 格下げ判断の米 S&P2 兆ドルの計算ミスも影響なし、CNN 日本語ウェブ版。2011年10月23日閲覧。 S&P の米短期格付け維持、短期金融市場の安定に引くストラテジストラ、ブルームバーグ。2011年11月9日閲覧。米金融、債券市場イコール急反落、欧州債務危機巡る懸念やわらぎと非開交体、ロイタージャパン。2011年11月12日閲覧。米金融、債券市場イコール急上昇。 米格下げ影響波及懸念からリスク資産売りが加速ロイタージャパン。2011年11月12日閲覧。米国株式市場イコール急反落。S&P500 は2009年2月以来の大幅な下げロイタージャパン。2011年11月12日閲覧。米国株式市場イコール急落。米国再格下げや景気懸念が圧迫ロイタージャパン。 2011年11月12日閲覧。インタビュー、米国債格下げは格付け会社としての責務イコール、S&P ソブリン責任者ロイタージャパン。2011年10月23日閲覧。S&P 米国債格下げは総計な判断、根拠となる数字に、誤りイコール関係筋、ロイタージャパン。2011年10月23日閲覧。SEC、 S&P の米格下げ、計算ミスを調査へ、ウォールストリートジャーナル、日本語ウェブた。2011年10月23日閲覧。米 SEC が、S、S&P に対する法的措置を、検討、7年の区度格付け問題で、ロイタージャパン。2011年10月23日閲覧。S&P シャーマー社長退任へ、公認にシティバンクのピーターソンシロイタージャパン。 2011年10月23日閲覧。米国債の AAA 格付け、膨らむ財政赤字が、共意イコールムーディーズロイタージャパン。2011年10月23日閲覧。ありがとうございます。